こん今日は Amazon で売る商品選びでですね、100ドル超えの商品を、まあ、eBay より高く売ると返品の確率が上がりますというお話です。これはね、えー、例えば、まあ、いろんな販売先比べて eBay やフォク、k Amazon 比べてね、出品するんですけど、まあ、eBay と Amazon で比べたときに アマゾンの方が高く売れてるという商品はね、結構あります。まあ逆もあるんですけど、ただその中で注意しなきゃいけないのは、例えば eBay で3ドルで売れてるものがね、a z o n で10ドルを超えてるというのがよくあります。で、これはね、売っても、まあ返品もあんまり来ないし、まあ、仮に返品来たところでね、原価の安いものでどうでもいいんですけど、えー、高いもの、まあ特に100ドルを超えるような商品の場合ね、 えー、アマゾンは高いじゃんと言って売るとですね、えー、返品が来る確率が非常に高いです。これどういうことかというと、買った後に eBay で売ってるのを見つけてね、eBay のが安いじゃんって言って返品しちゃうんですね。で、アマゾンでは、えー、よその,のが安く買えるというのは立派な返品理由になります。で、これはね、えー、まあ以前はなくて、まあここ1年ぐらいで特に増えてきてる話なんですけど、まあ 客層は年々劣化してます。これは時間の経過とともにですね、少数のクレーマーが入り込むためです。まあ主にこの返品っていった意味じゃそういうことですね。他にも様々な要因があるんですけど、要はアマゾンにしろ、ヤフオクにしろ、楽天にしろ、初期のお客さんはね、購入者は結構いいお客さんが多いんですけど、まあ時間とともにね、どんどんなんか値段競争みたいなっていっちゃったら、もう客層も下がります。 えー、無駄遣い好きな人はね、安いの勝負みたいなところで買い物しても、あんま楽しくないんで買わなくなっちゃいますし、まあ、出品者の方もね、まあ、安いの勝負だったら、まあ、そんなところで売ってもしょうがないんで売らなくなっちゃう。まあ、お互いにもうその、ここはもう自分たちの売る場所じゃないなということでね、えーまあ、はっきり言ったあとはクズみたいな出品者と、えー、購入者だけが残るというのがね、えー、一般的な経過です。で、まあ、そうなっちゃった。 時に、ね、逆に市場的には大きくなるんですけど、まあ、そうなるとね、まあ、正直商品を選ばないと、えー、儲からないと、ね、逆に儲けてちょっと儲けてねその儲けをまた返品なり、ね、詐欺なりで吹っ飛ばしてって形になっちゃいますんで、まあ、それを防ぐために、えーまあ、100ドル以上の商品はもう返品率高いというのを分かってますんで扱わない方がいいですで、まあ、安くてね、えー、くだらない 監禁性の低い商品を選ぶとね、まあ、値段で言うともう50ドル以下がいいですねでまあオーストラリアアマゾンの物販開始が待ち遠しい理由はねこれはもう立ち上がった当初はそういう困った購入者がいないことね、えー。情報の呪い人はねえ,ー、え,え始まったのっての2年ぐらい経ってからねあ、アマゾンって本以外も買えるんだなんてね2年以上経ってから気づいて参入すると でそういう人が参入してくると、もう徐々に市場というかね、そのプラットフォームは、プラットフォームっていうのはアマゾンとかヤフーオクとか、まあ、そういう場所は荒れてきますんで、まあ、現在、そうですね、えー、ヤフーなんかもうどうしようもないですね。で、アマゾンについても、日本はもうね、高く売ってると、もうマイナスレビューの嵐という感じでね、高くその値段を気にしないで欲しいものが買えればよしという人がね、買い物する場所はなくなっちゃってきてます。 で、アメリカ、アマゾンもね、えー、もうどっちかっていうとそういう傾向が強くなってますんで、その、まあ、値段に敏感な商品は売らないと、ねで、高額なものは売らないというのをね、えー、念頭に商品選びをした方がいいです。まあ、アマゾンもね、4年前はもう高い50万の時計とかね、20万のおもちゃも売れましたし、まあ、返品もなかったと。まあ全然売るの怖くなかったんですけど、今これね、50万の時計なんか売った日には、 まあ何が、返品で何が戻ってくるか分かったもんじゃないですし、無事売れるとも思えないんでね、やりたくないし、やらない方がいいです。いろいろね、理由はあるでしょうけど、現実の問題として、立ち上げた点の時は客層がいいと。時間の経過とともに客層が悪くなっていくというのをえ覚えておいてください。これね、Amazon なね、ヤフオクだの楽天がえ良くないというね、知恵袋。 とセラーフォーラムの、えー、書き出しですけど、まあ、こういう風になってきます。だからね、オーストラリアアマゾン、まあ、立ち上がってね、ね、えー、まあ、2年持つのか3年持つのかわかんないですけど、まあその期間はもう高いもんでも何でもね、えー、売ってあんまり返品も来ないだろうとね、ね書き入れる時なんで楽しみにしてます。で、まあ日本アマゾンはともかく、US アマゾンはね、えー、そうは言っても今ある、えー、その、 売り場所としてはやっぱり最高の場所なんで、まあ、その中で儲けていただくと。でね、えー、ちょっとまあ商品の価格競争が厳しくなっちゃってるもんも、それをしっかりね、えー、これが売れ売れて儲かってたというのをね、チェックしておいてもらえば、オーストラリア、アマゾンが始まった時に入れれば、一気に売れます。儲かります。えー、そんなわけで、今はもう商品選びね、高いもんは狙わない。換気性の高いものもやらない。ね eBay の価格もチェックするある程度高いもんは eBay の価格もチェックして欲張って高く売ると、えー、返,って返品来てね、えー、どうしようもないことになりますんで、えー、eBay の価格以下で出すとで高いもんは eBay の価格以下で出すんだったらそもそも eBay で売った方がいいんじゃないかという気がするんですけどその通りでですね高いもんは eBay で,できる方は eBay で売った方がいいです でね、個別サポートの方は ebay の方のサポートもしてますんでね、えー、自分は高い商品にせっかく見つかるようになったんでね、オーストラリアアマゾンが始まるまで寝てるわけにもいかないんで ebay もやりますという方はね、お気軽にご質問ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。